皆さんこんにちは。今シーズンから徳島インディゴソックスの監督を務めることになりました牧野です。1年間、とにかく全力を尽くして頑張っていこうと思いますので、皆さん本当によろしくお願いします。助けてくれるのは人だったので、やっぱりそういう人たちに、なんていうんですかね、自分のことを評価してもらえるというか、多分そういうことがやっぱり長くやるためには秘訣ではあるんではないかなと。別にそのごまをするとかではないんですけれども、やっぱりそういうところはやっぱり普段の行動であったりとか言動であったりとか、まあ、もちろんプレーはもちろんなんですけれども、そういうところでも評価をされていくと思うので、やっぱり自分自身は、正直な話、プロの成績だけでいうと別に客勝したとか、そんなこともないんですけども、それでもやっぱり長く、この世界でやらせていただいたっていうのは、やっぱり少なからずともそういうところも、まあ、評価をしていただいたんではないかなと思うので、やはり特にやっぱ現役終わった後に思うのが、やっぱり人とのつながりというかですね、そういうものがすごく大事だなと思ったので、やはり野球をやってればいいっていうわけじゃなくて、そういうところを、まあ、まずは真剣に取り組んでもらいながらも、やっぱりそういう人としても成長していかないと、周りも評価してくれないよっていうところを、大いに学んだと思うので、まあ、そういうところをやっぱりね、本当に伝えていきたいなと、そういうふうに思ってます。